ニョニョハローボンボン TV。 どうもヒカキンです。さて今回もやっていきます、ヒカキンの聞き味。今回は僕の大好物、はいこちら、コーヒーのカフェラテ系のこのカップ系のやつね、あのコンビニによく売ってるやつで、この中から、はいこちらみんな大好きマウントレーニアのカフェラテを当てます。でまずこれだけ飲んで体に味をインプットして、でその後カップに出してもらってシャッフルしてもらって飲みます。でちなみに僕これ出したことないんですよ。まあ多分誰もこれコップにわざわざ出して飲まないと思うんですけど、色知らないんでカップに出して飲んでこれを当てたいと思います。で当たらなかったらこちらデスソース水をグビッと飲みますけど、これね高校生くらいの時から飲んでるんですよ。あの安くて美味しいから。とりあえずねまずインプットしますね。で最近はでもこれよりもうちょっと砂糖が入ってないやつを飲んでたんで大丈夫かなと思うんですけども、あれなんか苦く感じるな。あやべえこれむずいかもしんない、やばいな。ちょっとこの焦げた感じが、うん、でちなみにねこれはダブルエスプレッソ、エスプレッソこれ多分わかるだろうな。でこれはスタバのカフェラテで、これがファミマのカフェラテですね。でこれが贅沢クラブと、まあわかるね。はいそれではどうぞ。はい OK です。はーい、さあまず色からだな。うおー、あさほど差がないんだけど、これだけ黒いな。はいじゃあいきますね、こっちからマウントレーニアチャレンジ。あちょっとね一つ目飲んで今思いました、これいけるわー、コーヒーってこんな味違うんだな。これはなんか誰でも飲みやすそうな感じですね、あんまり苦い感じがない。続いてこれ、これはちょっとだいぶ違う気がするけど、あこれもでも甘いな結構。美味しいんだけど、うん、はい続いて真ん中、あこれちょっと神がかった回答できる気がしてきました。もうね、ちなみにこれは何か分かりました。これ美味しい。ラスト、うわー、分かりました、マウントレーニアはこれです。よっしゃ。でちなみに僕スタバのやつもよく飲むんですけど、これスタバ、はい、よっしゃー。これエスプレッソですかやっぱ、これから、はい、あーってことはこれとこれがファミマと贅沢クラブ的なやつですね。待ってくださいね、パーフェクト出したいな。わかった。これファミマでこっち贅沢クラブ。違います。わー、くっそー。ああ、そうなんだ。ちなみにこっちめっちゃあっさりしてます。これが贅沢クラブ。はい。ああ。うん、これなんか普通に美味しい。平凡な味。飲みやすい。ってことでまあ、俺の勝ちだ。バーイ。